前方で怪物退治福田達也、徹底した突きの連打で相手を追い込むマシンガン戦法。福田はこの戦法で屈強な外国勢の急所となる鎖骨を直撃してきた。また海外仕様で大男たちを相手に練習を積んでいたため、小柄ながらパワーやリーチの長さは問題にしない怪物退治の専門家が最大の怪物に挑む。試合が始まりました。楽しみな試合ですね、これは。もう今日一番楽しみにしてるんですけどね、はい、グラウベフェイトーザ対日本福田達也。左の素投げで早く持ち、左の素投げで上段へ、左の素投げで右のハイキック、ブラジルのキックが日本福田達也を襲います。距離取って距離取って、さあ日本ピンチ、ブラジルに襲われる日本。左の膝、右の膝、容赦なく上段に襲いかかってきます。グラウベフェイトーザ、左のブラジルのキック、そして突きで抑え込む日本。スクラダツヤ、なすすべないのか、ね、日本のブラジルに寄せるのか。全然組み手できないですね。磯部島が作り上げてきたブラジルの対立。いけ自らのマシンガン戦法でこのブラジルの対立回避にかかります。スクラダツヤが前に出る。膝まで入ってない、ね、膝まで入ってない、ね、スクラダツヤ、ね、さあ白い中、左の下げに上段へ、そして左中段足が左の下げ上段、左膝上段に入ったか。膝技ありですね。技ありを取りましたか。福田選手のヒットアンドウェイがちょっと通用しないですね。あ、取らないですね。技ありは取りません。技ありは取りません。掴んで膝でしたね今、はい、ブラジルの怪物と当たったこの福田達也。日本の連勝を守る体と僕、日本の威信を守る福田達也。左の膝、右の下段の足蹴り、強烈なグラブフェイトーからこの突き蹴り、そして左の膝上段に入ってきた。残り時間がない、接戦の3分間、攻め込んでいきます。スクラダツヤ入れ、中入った、入った、失い懐に入っている。スクラダツヤがこのグラウベフェイトーザを押し戻していった。怪物退治なるか日本のスクラダツヤ。さあ本戦の3分間が今ここで終了しました。判定に入ります。いや、さっきの白い旗がブラジルのグラウベフェイトーザ、赤が日本。判定通ります。判定、旗は白い旗が1本だけ。本戦3分間では決着がつきません。2分間の延長戦に入ります。3本以上の旗が上がりませんでしたので2分間の延長戦を行います。世界大会の4冠戦、日本福田達也、ブラジルの人間狂気グラウベフェイトーザの猛攻を本戦3分間しのぎました。延長戦の2分間に突入しています。左の膝、ブラジルが日本を襲う、日本勝ち。見事ですね。白1、2、3、4、投げる日本。戦慄のブラジリアンキックが日本福田達也を襲いました。グラウベフェイトーザ、世界大会4回戦突破、これで頂点まであと4つです。